ただいまより第2部の雅楽演奏を始めさせていただきます。その前にですね、皆様本日は森英介衆議院議員がお越しいただいておりますので、来賓を代表いたしましてご挨拶を頂戴いたしたく存じます。森先生には北の大雅楽アンサンブルの特別顧問をお引き受けいただきまして、発足当初より変わらぬご指導ご鞭撻を賜っております。それでは森先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました森英介でございます。つい数日前に衆議院が解散されまして、今失業の身でございますけれども前衆議院議員でございますが、ちょうど北の大が あります地域から国会に出ている議員でございまして、日頃北の大の皆様には大変にお世話になっておりまして、顧問とは言っても大してお役に立てないんですけれども、本当によくしていただいております。で井口理事長をはじめですね、北の大の皆様方、本当に雅楽を真摯に追求されて、日本文化の紹介、雅楽の紹介をですね、国際的にもなさっていることにつきまして、満校の敬意を表したいと思います。ぜひとも皆様方もですね、これからも北の大を応援していただきたいと私からも お願いを申し上げます。で、今日波多野先生のお話を伺ってですね、本当にもう実にサプライズっていうか、本当に驚異的なお話でございまして、私は実はカントリーミュージックが好きで、ずっとこう耳障りのいいですね和音の世界に生きてきているもんですから、この北の大雅楽会のそのこの演奏を聴きますたびにですね、なんか非常にこう不可思議な気分になるゆえが分かったような気がいたしました。で、これはしかも雅楽だけじゃなくてクラシックにもですね、さまざまな分野でこういう一つの不協和音とも言うべきですね音楽があるということを知りまして、大変の勉強になりました。ありがとうございました。でも、そういうことでですね、本当は今東京にいて、こんなところで喋ってちゃいけないんですけれども実は北の大の皆さんもそうですし、いすみ市選出の工事正和県議とかですね、木戸泉の庄司文雄さんとか大変地元で有力な方もいらっしゃいますので、ぜひ選挙の方もよろしくお願い申し上げたいと思います。今日一日素晴らしい一日にでありますことを心から記念をいたしまして、御礼方々のご挨拶といたしたいと思います。ありがとうございました。森先生、どうもありがとうございました。それでは改めまして第2部の雅楽演奏を始めます。はじめに管弦の演奏をお聴きいただきます。演奏いたしますのは公益社団法人北の大雅楽アンサンブルです。そして本日は当アンサンブルが指示いたします元宮内庁楽部首席学長安西翔吾先生に特別出演をしていただきます。でははじめに一骨鳥の寝取りと花伝の球をお聞きいただきます。一骨鳥の寝取り。一骨鳥とは東楽の一つの調子で、洋楽のレの音に相当する音を基音としています。寝取りは合奏の始めに音律を整えるとともに、その調子独特の戦法を示して演奏の雰囲気を作るためにそうする短い曲です。洋楽でいうチューニングが高度に様式化したもので、小七力流的括弧琵琶奏の順に奏します。花伝の球。花伝の球は仁明天皇の
昭和年間に遣唐使方眼藤原貞俊が琵琶の譜によって原曲を我が国に伝え、嘉祥年間にワニベの太田麻呂が嘉祥楽を作曲して派の曲として原曲を旧の曲として完成したと伝えられています。今ご説明しました派の曲旧の曲とございましたが、私も、あまり存じ上げませんでしたのでちょっと調べてまいりました。雅楽ではこの序・波・宮というですね、3つの言葉よく使われております。日本の雅楽から出た概念で、能楽、剣術、茶道など芸道論で使用される言葉だそうです。楽曲を構成する3つの楽章、いわゆるクラシックでいうと第一楽章とか第二楽章とかございますけれども、そのような、楽章で3つの楽章を序・波・宮、この序は最初の部分でゆっくりと拍子に合わず、中間部の波はゆっくりで拍子に合って、最終部の宮では急速に拍子に合うという、このような感じでございます。それではどうぞ皆様お聞きくださいませ。
次に舞楽輪台と青海波を演奏いたします。演奏準備のため楽人が移動いたします。青海波は先ほど
片野先生がちょっとご説明もいただきましたが、源氏物語のもみじの画で光源氏と唐の中将が帝の前で舞ったことで有名な曲です。臨台との組舞で4人で舞います。4人舞の臨台が序、2人で舞います2人舞の正外派が派にあたります。臨台正外派は正式には演奏に数十人を要する非常に大掛かりな長い舞曲です。本日は舞楽2曲のみを連続して演奏いたします。臨台正外派は中国西域地方の地名を用いたという説があります。臨台とはウイグル語でブグル県、漢名では臨台県と表記し、現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区バイン五輪モンゴル自治州に位置する県です。一方正解は製造高原の東北部に位置し、臨台県に隣接している青海省にある中国最大の内陸塩水湖青海湖に由来しています。青海湖は長江、黄河、乱層江の水源地で河川の源と称されています。また青海湖は中国最大の湖であり、地球上でも米国ユタ州のグレートソルト湖に次いで2番目に大きな内陸塩水湖です。また臨台はワニベの大玉露が曲を、吉峰の安代が舞を、小野高村が栄を作ったと伝えられています。臨台の最後の一条の半ばで舞人の一郎二郎は舞台から降り、三郎四郎は最後まで舞い続けます。三郎四郎が舞っている間に正外派の舞人二人が舞台に登台します。臨台は吹き流しで終わり、直ちに正外派が奏されて舞が始まります。合わせて臨台の三郎四郎は交代するという形になります。臨台は早や拍子、この早や拍子というのは4分の4拍子とか2分の2拍子のもので、8小節ごとに太鼓を打つ拍子だそうです。の曲で、作法の平舞、4人舞です。重ね装束に、頬の肩は脱がず、別兜をつけて舞います。正外派は、舞人2人が正外派独特の重ね装束をつけ、太刀を履いて舞います。また、この舞に用いる装束は、数ある舞楽装束の中でも最も豪華で美しいと言われています。一番上につける方は正外派の方といって、正外派模様に約70羽の千鳥の飛ぶ姿を刺繍してあります。演奏の中では括弧の奏法に千鳥がけ、また太鼓の奏法に尾なみ目なみの打ち方があり、変化に富んでいます。正外派の波のように、新型コロナ感染症の収束が世界に広がりますように記念いたします。それでは素敵な衣装も合わせてお楽しみくださいませ。ではご鑑賞ください。
Thank you.
臨大と青海派、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。とても華やかな、ね、舞楽でございました。今、青海派の方ですけれども、井口理事長さんのですね、奥様とあとお嬢様が親子で、待っていらっしゃいました。もう息もぴったりで素敵な、はい、舞でございました。それでは最後に絵天楽今用と桜桜を雅楽の演奏にて歌いますので少々お待ちくださいませ。姉の日向よし子と一緒に雅楽の皆様と共演をさせていただきたいと思います。まずはじめに絵天楽今用を歌います。絵天楽今用は絵天楽のメロディーに歌詞をつけたものです。最も古い日本の歌とも言われております。皆様もご存知の福岡県の民謡黒田節というのはご存知ですか。酒は飲め飲め飲むならばという曲がございますけれども、この絵天楽が元になったと言われております。春の弥生の明けぼのに、ちょっと似てますよね、メロディーがね。これが元になったという黒田節がございますけれども、今用は日本の歌曲のですね、一様式で現代風現代的という意味もあります。今回は雅楽の楽器を伴奏に使用して春の弥生ので始まる地鎮歌唱の歌詞で歌います。それでは歌詞なんですけれども、少し要約したものを
お伝えしたいと思います。春夏秋冬と、四季がございまして、春3月の明け方に周りの山々を見渡すと桜が満開なのだろうか、雲のかかっていない峰はない、夏には橘の白い花が匂い、軒に咲くあやめも香る、夕暮れにさみだれが降り、山ではホトトギスが鳴いている。秋に入り、今年も半分が過ぎた。月が沈むように我が人生も過ぎ、物悲しく思う。冬の寒い夜が明ける頃、細い山道の雪は深い。心の足跡はつかないが、思いを馳せるのは趣深いことだ、というような歌詞になっています。なんか季節の移ろいとか、まあ、風景とかその心情などが、書かれている。やはり日本のこう四季、やはり素晴らしいなと思って、そんなものを感じながらこれから姉と一緒に歌わせていただきたいと思います。それでは絵天楽今井をお聴きください。Oh
桜桜を歌います。桜桜は作者不詳の伝統的な日本の歌曲です。子供用の僧の手ほどきのために作曲されたと言われており、歌詞は時代によって若干のバリエーションが存在します。本日は桜桜弥生の空は見渡す限り霞か雲か匂いぞいずる、いざやいざや見に行かんと歌います。それではお聴きください。ありがとうございました、天楽今代と桜桜でした。どうぞ、北の大眼科アンサンブルの皆さんと安西翔吾先生にも大きな拍手をお願いいたします。
皆様、本日は第12回雅楽と国際文化交流お楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。以上をもちまして第12回雅楽と国際文化交流を終わらさせていただきます。本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして本当にどうもありがとうございます。コロナウイルスもですね、今は少し収束気味になっておりますが、まだまだこれから第6波が来るとも言われております。皆様体調にはお気をつけて、どうぞお元気にお過ごしくださいませ。本日は誠にありがとうございました。